戦奮闘には力の限り努力するという意味があります。夢を叶えるためにどんな困難が待っていても前を向いて頑張ろうという気持ちを込めて書きました。いかがでしたか？お話を伺いました。ありがとうございました。Thank you.
ある東京ドイツ村のイルミネーションは〇〇〇〇〇〇に認定されています。正解は次のうちどれでしょう。1番関東三大イルミネーション、2番日本三景、3番ギネス。さあシンキングタイムスタートです。皆さん丸々とありましたが、あれは気にせず気にせず気にせず。さあどうでしょう、こちらちょっと悩んでる人、あ手が上がりました。それではここでシンキングタイム終了。答えを見てみましょう。正解こちらです。はい、撮ります。はい、チーズ。はい、ありがとうございます。